それでは時間となりましたので始めたいと思います。ケイシー横松さんによる紹介アンドロイドオートです。それでは横松さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。午後1時ご飯の後で眠いかと思うんですけど、僕は眠いですアンドロイドオートの話をしようと思います。今日この12時50分からのセッション、すごいいろんないいセッションがあって、僕はロマンギーとジェットハウスのセッションすごい聞きたかったんですけど、気がついたらかぶってて聞けないのではい、頑張りたいと思います。で、自己紹介しておくと、僕はドライブモードという会社で働いています。で、Twitter とか GitHub とか、全部同じ E0コマという ID でやってますので、僕の Twitter 今見てもらうと、多分この資料がどのぐらいあるのかというのが見てもらえるかと思います。で、結構たくさんあるので早速本題に行くんですけど、 Android Auto で、Google Play Store にこんなアプリがあります。で、これを入れて車に Android Auto Ready な車があって、それを Android Auto のアプリを入れて端末をつなげると、こんな感じで車のナビの画面に Android Auto の画面が出てきます。で、ここで見てもらうと、なんか電話がなんか通知みたいな感じで出てきてたりとか、天気が出てたりとかすると思うんですけど、いくつか主要な機能があって、1個が、オーディオ、音楽とかポッドキャストとか、いろんなそういうオーディオのアプリを Android Auto から操作。それからメッセージは、SMS は海外だとすごい主流なんですけど、それ以外にも LINE とか Facebook メッセンジャーなんかも、受け取れたりします。で、あと電話も、Android Auto から操作できますし、あとカーナビの画面使うので、もちろん地図を起動して何もできるようになります。で、これらの機能は、音声入力で、何々の音楽かけてとか、なんかメッセージ受け取ったら誰々に何々と返してみたいなことが、できるようになっています。で、今日は、電話とナビについてはちょっと公開されている API がないので、オーディオとメッセージの方に絞って、見ていきたいと思います。で、これらがどうやって動いているのかなんですけど、大体オーディオはオーディオでフレームワークがあって、メッセージはメッセージでフレームワークがあってというような形になりますので、今日はそんな形で最後まとめて終わりという形になります。で、最初のオーディオのフレームワークなんですけど、 Android Auto はいくつかフレームワークの中で登場人物がいて、1個も、オーディオのアプリがいます。もちろんこれはメディアのコンテンツを提供しているアプリのことです。で、もう一個 Android Auto をはじめとして、音楽アプリに接続しに行くアプリが出てきます。で、あともう一個 Android のシステムサービスが、たまに出てくるというような形です。で、このアイコンはずっとスライド通して、使っていきますので、今はメディアコンテンツを配信しているアプリの話ですよといったところで、それぞれのアイコンを使っていきます。で、Android Auto と、音楽アプリがどう連携していくかなんですけど、音楽アプリは音楽アプリで一個のアプリですし、 Android Auto も、先ほど見た Google Play Store で配信されている一個のアプリになっているので、やり取りするのはので、プロセス間通信になります。で、音楽アプリ側がどんなことをするかというと、まずメディアセッションというものを作ります。で、これは、音楽の再生状態をコントロールするものです。なので、このメディアセッションというのは音楽アプリ側にあります。で、もう一つメディアコントローラーというのがいて、これは名前の通り音楽の再生をコントロールするものです。なので、再生してくれとか、次の曲に行ってくれとか、
といったことはメディアコントローラーを介してやることになります。で、このメディアコントローラーなんですけど、 API のリファレンス見てもらうと、コンストラクターでメディアコントローラーを作るときにトークンをくれというふうになってます。で、このトークンはメディアセッションが発行するものになっています。なのでメディアセッションが、この人になら、音楽コントロールを、してもいいよというような形で、まあ、ある種パーミッションのように働いているというような形になります。で、トークンを渡してメディアコントローラーができると、今度、メディアコントローラー側からメディアセッションに、再生の状態を変えてくださいというようなリクエストを飛ばすことができます。で、これは、メディアコントローラーのトランスポートコントロールズというのがいるので、こいつがいろんな、再生とか停止というメソッドを持っています。で、そういうメソッドを呼ぶと、メディアセッション側にコールバックが呼ばれて、あとは音楽アプリが、まあ、メディアプレイヤーだったり、まあ、再生何かしら、してるクラスに、実際の再生と停止指示を送るというふうな形になります。で、ここが大まかな、まあ、プレイバックコントロールのところになるんですけど、一個紛らわしいところがあって、メディアコントローラーって実は Android の API には2つあって、 Android ウィジェットのメディアコントローラーと、Android メディアセッションのメディアコントローラーと2つ。います。で、今日話をするのは下のこのメディアセッションの方のメディアコントローラーです。まあ、どっちもやってることは似てるんですけども、上の方はまあもっとビューのお仕事をやってくれるものになるということですね。で、実はこのメディアセッションとメディアコントローラーのやり取りは、プロセスを超えてできるようになる。で、プロセスを超えるためにはこのメディアセッションのトークンもプロセスを超えられないといけないんですけど、これもできるようになっています。で、そうすると Android Auto の側から、トランスポートコントロールズを叩いて再生停止となってやると、音楽アプリ側に再生停止のコールバックが呼ばれてというような流れが、できます。で、実際コードをちょっと見ていこうと思います。まず音楽アプリ側のコードを見ていきます。で、音楽再生、おそらくほとんどのパターンでサービスとかバックグラウンドの UI を持たない、ところで管理すると思うんですけども、まあ、そういうミュージックサービスというものをここでは定義しています。で、ミュージックサービスを作るところで、メディアセッションを作っています。で、このメディアセッションとかメディアコントローラーは全部サポートライブラリにバックコードされてますので、このスライドで使っているのは基本的には全部サポートライブラリの方を使っています。で、このメディアセッションを作るときにコンテキストとあとタグっていう、まあ、なんか適当な文字列を渡すんですけども、ここは自分で好きに定義できますので、まあ、今回はミュージックという形で出してます。で、メディアセッションを作ったら、今度コールバックをセットしてあげて、ここで、まあ、プレイバックの、リクエストが、飛んでくるところを、書いていくという形になります。で、最後に、メディアセッション、実は2つ状態が、あって、アクティベートされた状態とそうでない状態と2つあります。で、アクティベートされてないと呼ばれても何も起こらなくなってしまうので、準備ができたらイザクティブをトゥルーにするということをします。で、次に、音楽アプリ側としては、メディアセッションのトークンを、渡してあげる必要があるので、その部分を作っていきます。で、まあ、同じくミュージックサービスに、メソッドを出していて、ゲットトークンというものを作ります。で、これで、トークンを渡してあげるような作りにすると。では、ポイントとしては、バインダーを経由して、トークンを渡すようにしないといけないので、まあ、オンバインドで、バインダーを返してあげるよというところを、追加で作っています。
で実際トークンを返すのは、まあ、こんな感じのメソッドなんですけど、メディアセッションのトークンはパーセラブルなので、まあ、特に僕らが気にすることなくプロセスを超えて、渡し上げることができます。でこれでトークンを渡せるようになったので、今度は Android Auto の側ですね、まあ、こっちは今アクティビティで、サービスにつないでいるんですけども、まあ、ここでトークンを取ってメディアコントローラーを作っていきましょうというところになっています。でまずサービスにバインドするときですね、ここは、まあ、古くからのやり方で、バインドしていきます。で、まあ、もちろん使い終わったらワンバインドしないといけないので、ワンバインドもしましょうねというところですね。で、バインド、するとコールバックとして、まあ、サービスとつながったよとかサービスと、接続が切れましたよというようなコールバックが入るので、コールバックが返ってきたら、そのサービスを使ってトークンを取ってコントローラーを作るというところになります、まあ、この辺もすごく見慣れた形だと思うんですけども、サービスコネクションのオンサービスコネクテッドで、バインダーを、取ってきますよ。で、これでミュージックサービスと通信する準備ができました。で、準備ができたらここですね、メディアコントローラーを作るという形になります。でメディアコントローラーを作るときは、コンテキストとトークンを、渡してあげます。でコントローラーできたらもう通信はいつでもできるようになるので、何のメソッドでも呼んでいいんですけども、一つプリペアというメソッドがあって、これを呼んであげると音楽アプリ側がこれから再生を開始するんだなってことが、分かるようになるので、まあ、何かこうストリーミングの音楽であれば事前にこうダウンロード始めるというような状況が、それでできるようになります。まあ、これは呼んでも呼ばなくてもどっちでもいいので、まあ、適宜必要な時に呼びましょうという形になります。で、あとは、まあ、実際再生コントロールというですね、なんかプレイボタンをクリックしたら、メディアコントローラーのトランスポートコントロールズを経由して、プレイメソッドを呼ぶ。で、ポーズもしますね。この部分がちょうど、実際に指示を送る部分になります。で、さっきメディアセッションをアクティブ化する、アクティベートするというふうな話があったと思うんですけど、実際このメディアセッションをアクティベートすると何が起こるかというと、メディアセッションを作った時点でシステムが持っているメディアセッションマネージャーというところに、メソッドが、呼ばれます。でそうすると今度システムサービスのメディアセッションサービスにメディアセッションを新しく作ってくれというリクエストが飛んでいきます。でそうするとメディアセッションサービスはいくつかいろんな音楽アプリのメディアセッションを全部管理しているので、新しくメディアセッションレコードというのを生やして、でそれをそのままメディアセッションマネージャーに返してあります。でそうするとこれでメディアセッションが引くと、できますよという流れになります。でそうすると、メディアコントローラーを実はメディアセッションマネージャーを経由して、作ることができて、メディアセッションのメディアセッションマネージャー、マネージャーのヘッドコントローラーズというと、まあ、中のレコードの中にメディアコントローラーの実体がいるので、まあ、それを作ってくれます。で実はその、メディアセッションのトークン自体もほぼメディアセッションコントロール、メディアコントローラーでやってることとほぼ一緒のものを作ってくれるので、 Android オート側から見ると、あたかもメディアコントローラーが来たかのように見えるんですけど、実体はメディアセッションのトークの中にあるハイセッションコントローラーという、インターフェースを持っているというふうになります。
なので実際、トランスポートコントロールズの中の、コードを読むと、まあ、プレイポーズっていろいろあるんですけど、そのメソッドを呼ぶと、この i セッションコントローラーというメソッドを読んでいると。でそうすると、音楽アプリ側のプレイポーズが呼ばれるという仕組みになって、で最終的にコールバックまで到達するというような流れになります。まあ、こんな形でプロセス間通信になってるんですけども、それぞれ別々のプロセスなので片方が死んじゃうこともあります。で死ぬとどうなるかというと、まあ、デッドオブジェクトエクセプションっていうのが起こってきて、多分なんかパブリックのクラッシュレポートとか見てると、なんかパッケージマネージャー叩いたら似たような例外が飛んでたりすることもあるかと思うんですけど、これはあのプロセス、死んだプロセスに対してなんかプロセス間通信をしようとするとこういう例外が飛んできます。まあ死んでしまったものはもうどうしようもないので当たり前なんですけども、 できるならプロセスが死んだことを事前に検知しておいて、死んでたらもう何もしないくらいのコードを書いておきたいですよね。死んだやつにメソッドを呼んでから、あ死んだんだみたいなのを知るのはちょっと遅いので、で実はその仕組みがあって、これバインダーの仕組みとして用意されていて、バインダーが死ん、あプロセスが死ぬとバインダーダイドっていうメソッドが、呼ばれます。で、メディアコントローラーの場合は、メディアコントローラーの中にもコールバックがあって、メディアセッションから、呼び出されるコールバックというのも実はあって、そこの中に、バインダーダイドから、まあ、バインダーが実際死んだので、メディアコントローラーを破棄してくださいよというコールバックがあります。でそうすると、バインダーが死んだときに、オンセッションデストロイというものが生まれるので、まあ、ここでメディアコントローラーも使えないかなということが分かるようになっています。で実際どういうふうにそれが、実現されているかというと、まあ、中はこんな感じですね。バインダーを使っていて、iBinder のデスレシピエントというインターフェースが入っております。こいつを、実際にバインドしに行く、ところにリンクトゥーデスという形で渡してあげると、このコールバックが呼ばれるという形ですね。でコールバックがこのバインダーダイドというところになります。で、サービスに基本的にはバインドしに行くんですけど、サービスコネクションの方にもサービスのコネクション切れましたよというコールバックがあって、それぞれ、まあ、iBinder のデスレシピエントを使ってもサービスコネクションのオンサービスディスコネクテッドを使っても、まあ、大体同じようなことができるんですけど、それぞれちょっと役割が異なって、Binder のデスレシピエントの方は、まあ、ひたすらリモートプロセスが死んだことを検知したらガンガン呼ばれるような感じに。でサービスコネクションの方は、サービスとのコネクションが切れたよというところなので、ちょっと役割が違ってます。なのでサービスつなげてないサービスに対しては、オンサービスディスコネクテッドはもちろん呼ばれないようになってます。で、さっきちょっとちらっと話したんですけども、メディアコントローラーの方もコールバックがあって、メディアセッションから、アップデートがあるとコールバックが呼ばれる。一番よくあるのは再生状態が切り替わった時に曲の情報が変わりましたよといった時に、メディアセッションからこういう曲に変わりましたというようなコールバックが、返ってきます。で、今回の場合はサービスとのコネクションが切れたよというところで、オンセッションデストロイというところを見てますね。でここでは、もうメディアコントローラーでのインタラクションはできないので、メディアコントローラーを破棄するような処理が出てきます。
他にも、まあ、再生状態が切り替わった、ね、でまあ、再生から停止になりましたよとか、次の曲に変わりましたよとか、あとストリーミングだと今バッファーしてますよとか、いった情報もここに入ってきます。あともう一個、曲の情報ですね。アルバムアートとか曲のタイトルは、オンメタレーターチェンジというところに入ってきます。でここまでが、大きくメディアセッションとメディアコントロールのやり取りの部分になります。で実はですね、このメディアセッションとメディアコントローラーのやり取りって、この2つの API 自体はロリポップから出てきたものなんですけど、似たようなものはすでに 4K の頃からあって、音楽アプリの方であれば、まあ、リモートコントロールクライアントというものがいたと思うんですけども、これをオーディオマネージャーに登録すると、ロックスクリーンに曲の情報を出すことができますよというものがあったと思います。で、逆にロックスクリーンの方は何をやって、どうやってその曲の情報を出しているかというと、リモートコントロールディスプレイというのが別個でいて、こいつをオーディオマネージャーに登録します。そうすると、このメディアコントロールクライアントとリモートコントロールディスプレイの通信ができるようになって、曲の情報を受け取ったりとか再生のコントロールができるようになっていると。でその後キットカットでちょっと構造が変わってリモートコントローラーというのが出てきたんですけども、やってること自体はほぼ一緒ですね。でそれが、互恵ロリポップになって、メディアセッションとメディアコントローラーという形で、変わったと。でこのロックスクリーンに曲情報を出したのは、まあ、ロックスクリーンが、通知を受け取っていて、で音楽アプリが出すメディアスタイルのノーティフィケーションを見て、メディアスタイルのノーティフィケーションも実はトークンを、つけろというふうな、仕様があるので、このついてきたトークンをもとにメディアコントローラーを作って、通信しているという形になります。ですね。で、さっきちょっとメディアセッションマネージャーのところが出てきたんですけど、メディアセッションマネージャーから実際じゃあどうやってコントローラーを取るかというと、ゲットアクティブセッションズというメソッドが入っているので、ここから取り出します。でそうすると、まあ、システムサービスの方にリクエストが飛んで、まあ、先ほどの、メディアセッションとメディアコントローラーのやり取りがあったところと同じように、アイセッションコントローラーという実体のものが返されてメディアコントローラーになって帰っていくというふうになります。で、これが実際のサンプルですね。メディアセッションマネージャーを通してメディアコントローラーを取ってきているところです。でメディアセッションマネージャーだけ、サポートライブラリーには入ってないので、ここはあのロリポップからのポートになります。なので 4K サポートする場合はこれがちょっと使えないので注意してください。でメディアセッションマネージャーを取ってくるところはシステムサービスなので、コンテキストに対してリクエストを飛ばします。で、メディアセッションマネージャーのゲットアクティブセッションズっていうのを呼ぶと、リストでメディアコントローラーが返ってきます。でこの場合、引数が2分なので、システムに登録されているメディアセッションレコードの分だけメディアコントローラーが返ってくる。でこのヌルのところは、コンポーネントネームを、渡すことができるので、まあ、何かしらどのアプリのメディアコントローラーが欲しいのかっていうのがあるんであれば、そこにコンポーネントネームを渡してあげるという形になります。まあ、で、このメディアコントローラーが、得られれば、あとは好きに再生コントロールができるようになります。で、ここまでが再生コントロールの話になるんですけども、 Android Auto っていうもう一個機能があって、なんか
プリ、音楽アプリが持っているプレイリストだったりとか、まあ、おすすめのコンテンツなんかを、ブラウズすることができるようにもなっています。でこれはまた別の仕組み、別の仕組みというか別のプラスがあるので、こっちも見ていこうと思います。で、コンテンツをブラウジングするためのプラスは2つあって、音楽アプリ側はメディアブラウザーサービス、これもまた、バックグラウンドのサービスですね。で、Android Auto の方は、メディアブラウザーというものを使って、ブラウジングします。ここもプロセス間通信になるんですけども、Android Auto の側はメディアブラウザーから、メディアブラウザーサービスを、コネクトしに行きます。そうすると、メディアブラウザーのコールバックとしてつながりましたよというものが呼ばれます。実際のコードにしてみるとこんな形で、メディアブラウザー自体は DBT でも使えるので、まあ、こんな形でメディアブラウザーを、作っています。結構引数多くてコンテキストとかあとコンポーネントネームでどのメディアブラウザーサービスにつなげに行くかというところを、作っています。であとコールバックの処理で、その後でコネクトというものを呼んであげると、このメディアブラウザーの、コネクションコールバックというものが呼ばれます。でこのオンコネクテッドの後で、実際に、メディアブラウザーからさらにこういうコンテンツを、読みたいですというところを、呼べるようになると思います。そうですね。でこっちも、メディアコントローラーのコールバックのように、まあ、つなげなかったよとか、つな入れたものが切れちゃいましたよというコールバックがあるので、まあ、そういったところをハンドリングすることもできます。で、Android Auto がコネクトでメディアブラウザーサービスにコネクトしに行くと、今度は音楽アプリ側のメディアブラウザーサービスの処理が始まります。で、メディアブラウザーサービスの場合は、一番最初に、コネクトの後で呼ばれるのは、オンゲットルートというメソッドになります。こちらはあのメディアブラウザーサービスに、入っているやつで、自分たちで、呼ばれたときどうするかというのを作っていきます。で、このメソッドなんですけど、メディアブラウザーでコネクトしに来たアプリのパッケージネームとかあとプロセスの UID とかといったところが引数にわたってくるので、ここでこのパッケージだったらつないでもいいとか、このプロセスだったら、まあ、つないでもいいとか、まあ、逆にこのプロセスからの、コネクトのリクエストは、拒否しますよといったところを、判断します。で、もしこのつなぎたくないアプリの場合は、引数返り値のブラウザルートをヌルで返すと、拒否することができる。基本的にはどういったところで判断するかというと、まあ、プロセスのユーザー ID とかパッケージネームとか、あとサンプルも Google の方で上がってるんですけども、まあ、このサンプルだとアプリの署名を見て判断するといったところも言ってます。なので、まあフローとしてはまずクライアントが自分自身でメディアブラウザーを作って、メディアブラウザーサービスに対してコネクトすることもできるので、まあ、自分自身であれば別に、うんと言って問題ないので、そのまま、許可しますよというふうになります。でここは、まあ、UID を見れば一発で分かるので、まあ、すごく簡単です。で、あるいはシステムから来た場合も、ある程度信用ができると思うので、まあ、これも許可します。で、これもシステムの UID と、に比べればすぐに分かるので大丈夫です。で、問題なのはサードパーティーのアプリからリクエストが飛んできたときにどうするかというところですね。で、今回は、シグネチャーを見て許可するかどうかを決める。で、音楽アプリ側は、どういうアプリのこういう署名だったら、許可しますよっていう一覧を XML で持ってます。でサンプルとかだと Android Auto の署名とかも全部この形でバーッと
並んでいて、アラウドコーラーズっていう XM のブートの下にサイニングサーティフィケートを書いて、ここに、まあ、アプリの名前だったりとか、あとリリース版かどうかですね、デバッグ株かどうか、で最後パッケージネームの特性がついて、でこの中身はベース64でエンコードされた署名が入ってます。このベース64でエンコードされた署名ってどうやって取ればいいのかっていう話なんですけども、そんなに難しくはなくて、コマンドで実は生成できます。まあ、署名の鍵がかかっていれば、キーツールで、それを出して、あとはベース64にかければ同じものが生成されます。で、これで、バリッドなパッケージであれば、ブラウザールートを作って返す。で、そうでなければ、ルートを返して、接続を拒否しますよという流れが作れます。で、このブラウザールートなんですけど、コンストラクターの最初の引数に、なんか、妙に意味ありげな文字が入っているんですけども、Android Auto では、このメディアブラウザを使うときに、提供するコンテンツを全部出すんではなくて、ある程度構造化して、おすすめのものを出したりとか、お気に入りのものを出したりとかっていうような、まあ、全部じゃなくて、まあ、一部だけ出すようにしてくださいねというふうになっています。で、その構造の作り方も、一応、ドキュメントにはあって、この例だと、ルートの下に、フェイバリット、レコメンド、サブスクリプションで、まあ、それぞれお気に入りだったり、まあ、購読中のものだったり、まあ、あとおすすめのコンテンツを入れましょうねというふうになります。で、お気に入りのものであれば、まあ、お気に入りの中にもいろいろまたさらに実際のコンテンツというのが入ってくるので、スラッシュで区切って1、2というふうな形で、まあ、なんか ID のような、構造を作っていきます。で、ルートの場合は、ブラウザールートというオブジェクトに、ルートって ID を出してあげるんですけども、この下フェイバリットとかレコメンドっていうのはメディアアイテムというオブジェクトになります。で、それぞれ、ね、このフェイバリットもフェイバリットすら1も全部メディアアイテムなんですけど、なんかフォルダーのように働くものですね。下に自分の下にさらにコンテンツがあるような場合は、ブラウザーというフラッグを、持っているというふうに扱います。で、実際のメディアコンテンツに関してはプレイアブルという、フラッグを持つようにというふうに作りましょうねというふうにやっています。この辺はもうちょっと後で、実際のコードを見ていきます。で、メディアブラウザーサービスに対して今度メディアブラウザーがこういうコンテンツくださいというところで、サブスクライブというのを呼びます。そうすると、これもまたコールバックで、別のコールバッククラスなんですけども、呼ばれます。実際に、どういうふうなコードになるかというのを見ていくんですけど、まあ、最初に、ロードルートアイテムズということで、メディアブラウザーがつながったら、ゲットルートで、さっきのルートって書いてあった、この ID を取得できるので、これを取っていきます。で、ブラウザーのサブスクライブで、さっきのルートの ID を出して、ルート以下のアイテムを返してくださいというふうにリクエストします。そうすると、さっきの、まあ、フェイバリット、レコメンド、サブスクリプションという3つのメディアアイテムが、コールバックのリストのところに入っていきます。で、そうすると、このメディアアイテムから、まあ、どういう名前のコンテンツなのかといったところが、得られるので、まあ、何かしら UI に表示するということがあります。ここですね。で、ブラウザブルの場合はまだ下にコンテンツがあるので、これ自身では再生ができないので、もう一段さらにサブスクライブすることになります。なのでダウンロードチルドレンで、で、このフェイバリットのスラ1っていうプレイヤブルのフラッグを持ったメディアアイテムだった場合は再生するというような流れになります。
なので、音楽アプリ側はこのサブスクライブされた時にどうなるかというと、オンロードチルドレンというものが呼ばれて、読み込んでメディアアイテムを作って返してねというメソッドになります。で、このメソッドちょっと特殊で、読み込みは非同期でも同期でもどっちでもできるようになって、で結果を返すのはこのリザルトっていうものに対して、この結果を返してくださいねというふうにやります。でこの例だと、同期で、やっていて、このリザルトもセンドリザルトというふうにリストを出しています。で非同期でやる場合はリザルトを一回デタッチというメソッドを呼んであげて、このメソッドを向けてもメディアブラウザー側が待つようになります。で、実際読み込むところは、こんな形で非同期に作れると思うんですけど、最後コールバックで、センドリザルトするという形になります。で、Android オート側は、アイテムが得られて、でそのユーザーが何かしらアイテムを選んだときに、このアイテムがブラウザブルであればさらにこの下の、このアイテムの ID でサブスクライブして、追加のアイテムを読みに行きます。でプレイヤブルであれば、メディアプレイヤーに対して、再生してねというリクエストを飛ばすことができます。こんな形でブラウザブルであればもう一回サブスクライブで、プレイヤブルであればメディアコントローラーに対して、プレイフロムメディア ID ということでメディア ID を指定して再生を開始するように指示することができます。であともう一個検索の機能も備えていて、サーチという形で、文字列でクエリを出し上げると、その結果が返ってきてオンサーチリザルトで何かしら見せられますよという感じですね。でメディアブラウザーサービス側もオンサーチっていうものが入ってますので、ここで検索を実行してメディアアイテムを作って返すという形になると。この辺の流れはさっきのサブスクライブと一緒ですね。ということで、ちょっと時間オーバー気味なんですけど、オーディオのフレームワークの全体像になります。一番最初は、とにかくメディアセッションを作ると。でそうするとメディアブラウザーサービス側も実はトークンを、メディアブラウザー側に返してあげる、作りになっているので、メディアブラウザーサービスに対してセッショントークンを渡してあげる。そうするとメディアブラウザーで接続しに来たときに、トークンを返すことができて、であと拒否するなら拒否するで、そういうコールバックを返す。でトークンが得られた場合はメディアコントローラーをオートの側で作って、トランスポートコントロールでメディアセッションに対して指示を出して実際のメディアプレイヤーを操作することができるというような全体像になります。で次にメッセージの方を見ていきたいと思います。でメッセージの方も同じように、メッセンジャーのアプリと Android Auto とあとシステムのサービスが出てきます。で、メッセージの場合なんですけど、例えば SMS を受信したとしたら SMS のアプリが何かしら、通知を出していると思います。で、Android Auto は実はこの通知を見ていて、でノーティフィケーションマネージャーで通知された、ノーティフィケーションを Android Auto も受け取ってメッセージを何かしらハンドリングしているというふうなことをやっています。で、通知を出す場合なんですけど、実は特別な、やつがいて、 Android Auto向けにカーエクステンダーというものが用意されています。でこれを使うと、色とかアイコンとかも設定できますし、あと LINE の既読管理みたいなものもできるようになります。あと音声入力を Android Auto で受け付けて、その結果を返信として扱うと
というようなこともできる。で、まずメッセンジャー側なんですけども、ここは何といっても通知を作ると思うんですね。まだAndroid O にまだ対応しないモードですけども、エクステンドでカーエクステンダーを渡して、どういう色にするとか、アイコンどうするとか、それからさっきも既読管理だったり返信をどうするっていうところを、このアンレッドカンバゼーションというところで設定していきます。でこの一番大事なのはこのアンレッドカンバゼーションの扱い方で、まずメッセージの内容を渡すことができます。でこれあのメソッド名がアドなので複数渡すことができます。でメッセージの内容が設定できたら今度は、ペンディングインテントで既読管理用のペンディングインテントを作りますよ。でもう一個返信用にも、ペンディングインテントを設定できますよ。あと、まあ、いつのメッセージなのかというところでタイムスタンプも設定できます。で、既読の管理なんですけども、メッセージアプリ側からペンディングインテントを渡してポートに既読になったタイミングでこのペンディングインテントをセンドしてくれというふうになるんですけども、ペンディングインテントの実際の中身どうなってるかっていうと、ブロードキャストのインテントになってます。で、なので既読にしたいときはこのインテント飛ばしてブロードキャストレシーバーを呼んでくれというふうになります。で、大事なのがカンバゼーション ID というのが1個いるんですけど、これはあのメッセンジャーアプリがどのメッセージを既読にするかというのを判断するために使います。まあ、なのでここは任意にそういうことができる形で ID を作ります。で、その ID をインテントのエクストラとしてくっつけてあります。で最後ペンディングインテントをこのインテントで作って、さっきの、アンデッドカンバゼーションに渡してあげる。で同じようなことを、返信の機能にも、使うことができて、同じようにどのメッセージに対する返信なのかを ID として振ってあげて、で返信の場合はもう一個リモートインプットっていうのを作ります。でこのリモートインプットを Android Auto に渡すと、Android Auto が音声入力を受け付けて、音声認識で返信のメッセージを、何かしら認識してくれるので、そのメッセージの内容をそのリモートインプットに詰めてくれます。でその詰めた結果を、詰められた結果を見て、メッセンジャーアプリが返信を送るというような流れになります。で ID を渡して、でリモートインプットをこんな形で作りますよと。このセットラベルはリプライバイボイスというのは Android Auto が適宜 UI に出してくれるようになります。で同じようにブロードキャストのインテントを作ってペンディングインテントを作りましょうというふうになります。で、今度ペンディングインテントを作ったら実際に呼ばれるブロードキャストレシーバーを作らないといけないので、まずはではリプライの方ですね、返信の方です。でインテント渡ってきたインテントにまずどのメッセージに対する返信なのかっていう自分たちで作ったコンポゼーション ID が入ってきます。で、まあ、この辺は、まあ、なんかどのメッセージに対する返信なのかっていうの管理があればこれなんですね。で結果は、リモートインプットに入ってくるので、まあ、リモートインプットの Get Results from Intent でインテントを渡して結果を得ますよ。で何かしら結果があれば、このリモートインプットからさらに、文字列を取り出して実際に返信するというような流れになります。で、Android Auto この通知を、まあ、見るとは言ってたんですけど、どうやって見てるかというと、
ノーティフィケーションリスナーサービスというものを使って見てます。で、Android Auto 入れてなんか立ち上げると、こんな形で権限設定してねというのが出てきて、ここのチェックを入れてねというふうに言われるので、オンにすると、ノーティフィケーションリスナーサービスが使えるようになります。で、実際どういうふうな流れで、通知を出したところからリスナーサービスまで行くかというと、まず通知を出しますよ。そうすると、ノーティフィケーションマネージャーサービスでシステムサービスに対して、まあ、これを通知の、リストに延期してください。で、実際に表示されると、オンノーティフィケーションポセットっていうメソッドが、リスナーサービスに入って、それが呼ばれますので、ここで見てというふうになります。で、ノーティフィケーションリスナーサービスのところで実際に渡ってくる通知っていうのは、ステータスバーノーティフィケーションって1個ノーティフィケーションをラップしたクラスになってますので、ここから通知を読む場合は1回ゲットノーティフィケーションというのを呼びます。で、カーエクステンダーの情報は全部バンドルの中に入ってて、カーエクステンダーはパーセラブルじゃないので全部文字列のキーを自分で調べて取り出さないといけないんですけども、カーエクステンダーの場合は、Android カーエクステンションズというところに、別のバンドルとしてまた入っています。ここステータスワンノーティフィケーションなどが気をつけないといけないポイントで、ヘッドノーティフィケーションしてエクストラの中から取り出す。で、アンレッドカンバーゼーションは、エクステンションズのバンドルのカーカンバネーションというところに入っています。で、メッセージはアレで入っています。さらに、リモートインプットはパーセラブルなので、このまま、パーセラブルを取り出すことができます。あとエンディングインテントの取り出し方も、まあ、キーさえ分かってしまえば取り出せますよという形になります。で、インカミングメッセージを読むというところで、まあ、メッセージ図もなんか文字列のような気はするんですけど、実はパーセラブルで入っていて、リストのパーセラブルを読んできて、これがバンドルであればこのバンドルの中のさらにテキストを読みますよということで、実際の文字列を読みます。で、そうすると、まあ、読めるという形ですね。であと、まあ既読管理だったり返信の部分に関しては、まあ、ペンディングインテントをこれだけで良いので、まあ、鮮度を呼ぶだけですね。で、リモートインプットに返信の内容を詰め込む場合は、まあ、別途、取り出したリモートインプットに対して、インテントとバンドルを設定してあげて、このバンドルインテントのエクストラとして出る、バンドルにこれが結果ですよというふうな形で言います。で、それを最終的にリモートインプットのアドリザルトトゥインテントで、追加してあげて、リプライのペンディングインテントの鮮度を得るという形になります。というわけでちょっと駆け足なんですけども、だいたい全体図としてはこんな形で、まあ、なんかメッセンジャーアプリが持ってるこのメッセージ管理のモデルがいて、こいつが通知を出すと、オートに通知がいって、で、既読管理であれば、あ、返信の管理であれば、エンディングインテントの鮮度が呼ばれます。で、実際に返信が送られる。で、既読管理も一緒ですね。通知を出して、エンディングインテント取り出して、返信して、既読管理ができますよというふうになります。はい、というわけでまとめです。基本的には、オーディオもメッセージも、2つの別々のプロセスで動いているアプリ同士のコミュニケーションになるので、プロセス間通信をやりますよという形になります。で、オーディオの場合はメディアセッションとメディアコントローラーというそれぞれのクラスで、再生のコントロールをしていますよという形。で、コンテンツをいろいろブラウジングする場合は、オートの側から、メディアブラウザーサービスにつながって、で、その結果をメディアブラウザーに返すというふうな流れがありました。
で、メッセージの方は1回通知を出してトリガーオートにいって、で、何かしらアクションがあるのであれば全部ブロードキャストを経由して行われますという流れになります。ということで、支える技術というタイトルにちょっとあったんですけど、中身はもうほとんどプロセス間通信そのものなので、まあ、バインダーとかそういったところが中では出てきます。なので、まあ、この辺、メディアセッションだったりメディアコントローラーだったりっていうのは全部その辺をラップして使いやすいようにしてくれてるものですよという話でした。で、あと、まあ、Android Auto っていうタイトルで今日やってたんですけど、Android Auto 以外もこの技術使ってて、 Google アシスタントも同じようなことをやってます。はい、あとは、まあ、参考資料ということでバインダーの話だったり、通知の話だったりといったところを、まあ、リンクとして載せてますので、あとテクグでこの辺の話も書いたので、まあ、手に取って見てもらえればと思います。以上です。